Hi everyone, how are you doing? This is Naori Honjo. まあ皆さん、海外に行った時に買い物しますよね。で、なんかこれいいじゃないってね、How much? とか言うといくらとか言われて、だいたいまあ、よっぽど大きな、デューティーフリーとかデパートじゃない限りはですね、ふかけてきますから、で、そういうのをまた交渉するのも楽しいじゃないですか。で、そういう時に、expensive っていうのはまあ、日本人ね、買い物してるのを見てると言ってますよね。ちょっと expensive みたいな感じで言ってますが、まあそれもいいんですけど、ね、まあこの綺麗な発音でやっていただければいいんですが、もっと別の言い方としてですね、that's too much。これ一番簡単じゃないかと。expensive とか長い言葉言うよりも、that's too much。また too much。これだけ。それ高いよっていう意味なんですね。too much。ですからこれが僕は一番、ネイティブもよく使うし、簡単じゃないかと、思います。